おはようございます。今5時、朝の5時なんですが、今日は北諸本店でですね、仕出しの弁当やオードブルなどの予約が300個ぐらい入ってるみたいなんで、今日は三股店とメンバー、今日は本当はですね三股店お休みですが、もうさすがに援軍が欲しいということで、今日は全員社員でですね、社員とパートのお手伝いも来てくれるのかな、みんなでなんとか300食ぐらい、弁当とオードブル含めてですね、それをとりあえずみんなで、仕上げていく予定でございます。いや、たくさんの注文ありがとうございます。もう社員もせっかくの休みなんですが、もう朝5時からですねスタートして、みんなでなんとか、もうかなり心を鬼にしてですね、僕もせっかくの休みですけど、休みの社員の人もですね、今日は出勤して手伝ってもらうっていう、もうだいぶブラック企業な、もう北諸ですね、ブラック企業の。そこをちょっと今、それでもですね頑張ってくれる社員がいるんで、本当に感謝しております。ありがとうございます。もう2021年ここ一番ですね、今日大イベント、仕出しパーティーということで、そこの模様を今日は、お送りできればと思います。ではでは、約300食頑張っていきます。はい、着きました。もう今日も北諸本店、もうみんな、もうわっ、もうみんな着いてますね。早っ。もうだいぶ1時間前ぐらいに着いてるのが。うわ、寒い。おはようございます。はい、おはようございます。うわ、やば。今日弁当な何個ですか？今日は250個です。250個。ひー、今日も3時ぐらいスタートですか？朝。今日は5時です。5時スタート。だいぶすごい。これはすごい、半端ないぜ。おはようございます。おはようございます。うわー、オードブルもいきなり、うちはもうオードブルほぼほぼ完成ですね。いきなり、うちは、うわ、すごい。もうありがとうございます。こんな朝早くからご苦労様です。すごい。アルン様、ありがとうございます。三股店援軍、はい、北丸プロスタッフの人ですよね？違います。あ、違いますか。おはようございます。おはようございます。今日もありがとうございます、池田さん。ありがとうございます。いや、もう朝もう1時ぐらいからやってるんですよね、池田さん。5時からやってます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます、プロスタッフ。すみません、今日もオードブル積みですか、今。はい、配給係。はい、何がかりですか？配給係。配給？持って行ってます、積む人に。配給がかりしてるんですね。配給っていうんですね、これ。おお、すごい。もう腰まで曲げて、すごいですね、もう姿勢が。
ごいすごい、おー、姿勢がすごい。どんどんと完成した料理が運ばれていきます。これレンゲお弁当ですね。レンゲ弁当、えぐい。250個、レンゲお弁当。じゃあこのこれ僕野菜盛り付けていけばいいですね。ありがとうございます。俺が最強係何ですかてか来たものに今配給係って言いましたっけ。なんすかその自称配給係みたいな、いましたそんなの。ありました。こっちはオードブルの部屋ですね。すごいすごい。とりあえず一角終わり。こっちはもうかなり完成に近づいてきました。オッケーオッケーオッケー。ああもう弁当らしくなってきた。いい感じいい感じいい感じ。おお背中がかっこいい。ガンガン詰めております。朝日が、おなもなななもう何枚ですか。チキン南蛮も今入れて、はい、これで何枚目。これで150枚。くぅ、あーすごい、ありがとうございます。はい、すごいです。出来上がってきました。
あげてる。はい、あげます。あと何ですか、微調整。盛り付けと微調整だけです。はい、はい、いいですね。なんでその今日テンション低いの。いや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 、めっちゃ控えめじゃん今日。